言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパーズです。皆さん聞きましたでしょうか、ギフテッドオーケストラバージョンね、聞きましたでしょうか。いやー、もともと自分はリアクション動画とかやる人間じゃないですけど、これリアクション無理っすね。本当にギフテッドもともと実像ソングって言われてますけど、いや動けなくなりますよ。金縛りあったかと思ったわ。やばかったですね。いや、このグループをね、応援していたというふうに思う。応援してた、応援してる、応援していくと思うと、なんか本当に誇り高いなと思うし、なんでしょうね。私は自分の決断とか、感性に自信というのがそんなにもともとない人間ですが、BE:FIRST を真っ先に見つけられたというか、そこに関しては本当に誇っていいなと思ってます。皆さんもそうです。ね。いやー、そうなんですよ。ギフテッド。ちょっとね、いろいろまた語りたいところもあるんで、ちょっとこの、何回も聞きました。もう、ね、本当は、再生回数的には良くないかもだけど、連続で聞きました。いやいや、聞いたっていうか見たっていうかね、ちょっと、はい、またこのイヤホン使って、聞きたいと思います。いや、イヤホンで聞くとね、立体感のある音響でっていう形のやつよ。ミリビーの時もそうでしたね。まあリアクション動画じゃないんで画面映んないですけど、もろもろ語ります。場合によっては、まあ、カットしたりするかも。すごかったですね。いやー、なんていうかさ、そう、ヘッドホンでソニーの360立体音響技術がもたらした臨場感をお楽しみくださいと。ね、皆さんだからイヤホンとかヘッドホンでぜひ。あー、来た来た。最初これな、ビビり倒したよね。いや、このさ、クラシックの音響っていうかさ、まあ、本当にこの音響技術もそれもそうだけど、本当にコンサートホールにいるんじゃないかなって思ったしさ、この照明がさ、赤でできてるのも、きたきた BMSG つって出て、なるんでできた。赤なのもいいっすよね。ギフテッドの色。当たり前ですけど、りゅうちゃんも含め、みんなの、ここで、こう、バイオリン弾く感じで。マナトも上手いのは知ってるけど、どんどん上手くなってるよ。シュンとね、この声があれば世界取れると思ったよ。そして、レオが、どこを探したって僕ら以外はもう、僕ら以上はもうありえないでしょう。これをレオが言うからいいんだ。ジュノンの声だ。ジュノンの声のさ、後で言おう。リョウキ。そう、ジュノンがここでまた来てね。レオが花を添えます。踊ってるんだよ。踊ってるんだよ、これで。I wanna rock right now. これで私は泣いたんだ。みんなも泣いたと思う。初めて聞いた時も泣いたし、今聞いても泣いてる。これが本当に BE:FIRST だと思ったもんだよ。We are all gifted. これで終わりかいよ、シュントが言ってね。ここでソータに来る。本当にソータくんは歌が上手くなった。もともと才能はあったと思う。でも本当に弱くなったよね。レオが繋いでくれますね。このオーケストラの音が嫌おなしに感情を高めてくる。そう。僕ら以外はもうありえないでしょう。レオとジュノンが言うのがいいんだよね。両機ががっつりとパワーで。見たこともないくらいと、レオが歌い、リョウキが歌い上げる。セクシーにリョウキが歌い上げ、リュウちゃんのここね、ここでのオーケストラの盛り上がりがすごくいいんだ。そう、コレオがね、照明の関係で、あえてちょっと見づらい感じしてるのもいいと思ってる。この両機の響きもいいね。このコレオもさ、まさかだよね。オーケストラの前でこうやって踊って、
で、しかも彼らの存在が全く浮いていないというか、本来ダンス&ボーカルとクラシックのオーケストラなんて浮いてしまいそうなんだけど、最後のアイワナロックアイナウトもね、ソータが真ん中にいてさ、踊ってるけど、ここの盛り上がり方はすごくやばいと思う。うん。最後のここはみんなフリーに動く。これも泣いたもんだよな。最後のとこは振り切れないんだっつってね。泣いたよこれは。かつて。そして最後、手を挙げてね、MV では、ギフテッドの MV では手を挙げて終わるんだよね。これからまだ続きがあるっていう感じでね。っていうことなんですよ。まあ、いろいろ語りましたけど、何回も見ましたから。うん。後で語ろうって言ったことがね、7人とも当然いいんですけど、誰かも言ってました。ジュノン君の、そう、ジュノン君のさ、声とオーケストラのあのマッチング具合がすごい。誰かが言ったんですよ。うん。バイオリンとかその弦楽器系の音にジュノン君の高音が特に似てるっていうね。だから、もちろん7人ともいいんだけど、ジュノン君すごく合ってたと思った。うん。で、なんか本当にね、泣きたくもなった。地蔵にもなった。リアクション動画ができるわけじゃない。あ、まあ、やる人もいると思うけどね。あ、それを別に。うん、それはそれ大丈夫。いやー、だからね、本当にこれはすごく意味のある楽曲で、この楽曲をデビュー曲にしたスカイハイは本当にすごいし、これを歌い上げた BE:FIRST もすごいし、これを1位に持ってたベスティもすごい。でも、時代が生んだ本当にヒーローなんだと思ってます。はい。で、いろいろやっぱりね、ギフテッドに関して、情報がたくさんあってさ、まず今回のギフテッド、まあ、これはスカイハイも言ってましたね。X で。ギフテッドのシングル、2021年の11月3日に出ました。113ですね。で、それで今回のオーケストラバージョン、3月11日、311、113を反転させていますね。はい、これは本当にそうです。で、ギフテッドの時の、あの赤い、そのロゴがありましたが、今回のオーケストラバージョンは白でした。まあ、赤と白が反転という形って言うべきかどうかっていうのは分かりませんが、ただ色がね、まあ、紅白歌合戦のそれとも対比するように、うん、なんか反転してる感じがいたします。そう。それもあるし、もともとオーケストラと合いそうだなっていう風にみんなが言ってた楽曲です、ギフテッドは。うん。才能をね、持ってた。でもその、本当の意味でのギフテッドっていうか、その人間の社会にあるギフテッドっていう人たちは能力が高すぎるゆえに周りと馴染めなかったりとかそういうこともあるっていう。でもそれが彼ら7人もそうだったと思う。7人が7人ともね、うん、ソータ君はまたちょっと違うかもしれないけど、ただ彼のダンスの才能と努力の才能はあって、でも彼が歌とラップをというかアーティストになりたいっていう風に思った時に、なんか昔の方が良かったみたいな意見とかもあったって聞いた。その当時ね、今そんなこと言う人はほとんどいないんだと思う。うん。でも7人が7人とももう才能もあったし、それから優しすぎたのかもしれないから、なんかそれまでね成功するっていうかそういうことにはいかなかった。でも BMS 人であってそれがあったし、私も含め皆さんもおそらくいろいろと抱えて暮らしていて、少なくとも私はそうです。いろいろ抱えてたところに The First で救われたし、 Gifted でも救われました。 Shining One の時もそうだった。うん。でも Gifted の時、最初本当はねこのデビュー曲で大丈夫かなって思ったけど、今となればオーケストラバージョンも聴くことができて本当にこれで良かったと言えます。ただうん、本当にここまで来るかどうかっていうのは分かんなかったし、これがデビュー曲で良かったと思ってる。うん。ね、このタイミングでギフテッドっていうのもまたすごい話でございまして。あのね、これも運命からの招待なのかな。運命からの招待はね、シャイニングマンだけどね。たまたま X を見ていたら、昔の X のツイートが
うん、X のツイート流れてきて、まあいいか、X のポストが流れてきて、あのですね、実はこのギフテッドの楽曲についてクラシックとかそういったものに詳しい人とか学校の音楽の先生とかが結構当時共通して言ってた話があるみたいです。私も見たことあったんだろうか、ただもしかしたら理解できていなかったかもしれない。あのギフテッドの楽曲って7拍子プラス一つの9拍らしいんですよ。だからだだあのだからだん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 っていう形。この話を聞いてからギフテッドの MV を、実はオーケストラバージョンを聞く前に、ていうか今回の MV 見る前に一度聞いて、でオーケストラバージョンも聞きました。で今回特に MV をイヤホンで聞いて、その結果盛り上がるところありましたね。さっきもまあ反リアクション的な感じでありましたけど、I wanna rock right now のところね、最後盛り上がるところ、あそこ多分ティンパニですけどもね、オーケストラだから打楽器ダン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 になってました。まあもうお気づきの方もいらっしゃるでしょう。7拍子7拍なんですよ。7人グループに1つの9拍っていうこと。これは9拍のところ8人目はベスティーかもしれない、スカイハイかもしれない、ただ感覚的にはベスティーかもしれませんね。まあスカイハイだという風に思ってもいいと思うし、なんだったら2021年のねデビューしたばっかの頃はそれこそスカイハイと BE:FIRST ニコイチみたいな感じで、まあ2人じゃないからニコイチってのはおかしいんだけど、アーティストとしてはねだったわけで、その時はねそういう形だと思った。何しろ今もそうだけど、当時の BE:FIRST っていうか THE:FIRST 終わった頃ってそれこそ BE:FIRST と同じぐらいにスカイハイのその好きな人も多く、今もそうだけどさ、やっぱり私たちの社長だからねっていう形じゃないですか。うん、で7拍子プラス1つの9拍なんだそうですよ。そこもだから狙ってたんだろうなっていう、聞いてみていただくと分かると思います。なんかすごいいろんな秘密が隠されているなっていうところでもあって、そうこの楽曲をだから結構考察とかいろいろ X も出てますね。動画にもさせてもらいましたけど、国歌斉唱するじゃないですか、東京ドーム。このギフテッドね、コメントでもいただきましたが、ギフテッドオーケストラバージョンもしかしたら歌うんじゃないのかなっていうね、才能を持ってるものっていう意味合いでね、読売巨人軍と阪神タイガース、読売ジャイアンツと阪神タイガースの試合、ここでもね、ぴったりだし、っていう風に考えます。ね。まあ、もしかしたらそれに合わせたタイミングでのオーケストラバージョンのリリースなのかもしれませんしね。っていうことですよ。ただ、メインストリームの時に、こういう楽曲をやっても説得力のあるグループになってきたと。ブンブンバックの頃かな。とにかくそのヒップホップゴリゴリの楽曲をやるには、まずグループがそういう感じの説得力がある状態になんなきゃいけないと。そう、技術的にできなくはないと思うけど、でも、やっぱりヒップホップの楽曲をがっつりやるって時には、それだけの、なんていうか説得力がいると。リスペクトの世界だからね。愛と感謝とリスペクト。当然私たちはね、スカイハイ社長 BMSG の理念のもとにそれを普段から心がけているけど、世間はそうじゃない場合もあるから、リスペクトを得るためにはそれだけの実績が必要。かつてレゲエアーティストのショーン・ポールという男が、レゲエの世界は結構貧困層からの出身っていうのは結構それがほとんどで、でもその中で決して貧困層ではないところから始まったショーン・ポールはストリートでのリスペクトを得るのに随分時間がかかったと本人も言ってる。で、それがリスペクト得られたっていうタイミングで、ストリートリスペクトっていう楽曲が出しています。そういう感じかもしれない。ヒップホップとか、やっぱり、なんだろうな、カウンターカルチャーとは言わないけど、そういう社会からはみ出た者たちとかもいるところ、そこで認められるには、それだけの実績を残さないとねっていう。
オーケストラ。クラシックの世界ってわかんないけど、まあ本当にクラシックの音に合うだけのパフォーマンスができる人たちって本当に少ないと思う。あのオーケストラバックに歌うっていうこと自体は可能なんだけど、そことちゃんとあの向き合って、そこに張るだけの力があって、カリスマがあって、オーラがあってっていうのは本当に少ないと思う。それを今回のオーケストラバージョンの、やつで証明していた気がします。彼らはその資格、才覚ありました。っていうことです。いやー、そうですね、本当に2021年11月3日の頃、まあ実際にはもっと前から、あのその時のね、不安ばっかりだった私たち、彼らは不安ではなかったのかな。そんなことないよね、彼らが一番不安だったに決まってるから。でも彼ら含め、私たちも含め、あの時不安だった気持ちがあるけど、3年足らずでここまで来たよと、そしてまだまだ進んでいくよということをね、教えてあげたいけど、でも教えに行ったところで信じないかもしれませんね。だって次の年紅白出るなんてね、それも信じないかもしれませんね。っていう形でした。非常にエモかったです。何回も泣きましたし、今回さすがに泣かなかったけど、でもちょっと目が本当はうるっとしましたいや、とにかくたくさん聞いていきたいですし、盛り上げていきたいです。これからマスタープランも出ます。彼らの道はどんどん進んでいきます。ドームに関して言うと京セラドームも残ってます。その中で私たちでできることをね、本当に無理はしないでやっていければと思います。はい、っていう感じでした。はい、ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部、グランパッパースでした。はい、ここまで見ていただきましてありがとうございます。はい、あの私グランパンパース BE:FIRST ドームツアーも見ることができまして、ありがたいことにとっても今気分が上がっております。私グランパンパース現在登録者数2万人を目指しております。理由といたしましては、あのボーイズグループ J-POP カルチャーを世界にというところで、私も情報を提供する人間として自覚といいますか、そういったものも生まれてまいりました。新規の方が来ていただいた時に、登録者数が多いと単純に数字が多い方が信用できるっていう風に皆さん思うので、だからそういう意味合いで新規の方が来ていただきやすいということになって、その分良い情報を提供することが、あのいろんな方に広くできるようになるという、そういう利点がございます。というわけで、あのそういう形で登録をしていただければと思っております。 YouTube 登録でご心配される方もいらっしゃると思うのですが、 YouTube の登録は無料ですし、そこに登録したからといって変なサイトに誘導されることは一切ございません。仮に私の動画が合わなかったというふうに思った場合、解除していただいても私の方にも一切通知が来ませんので、全く大丈夫でございます。はい、なのでよろしければと言いますか、ぜひ登録してない方は登録をポチッとお願いできればと思います。すでに登録してくださっている方は本当にありがとうございます。というわけでね、今後とも精進してまいりますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。それではまた。